やめて。怖い。ここはもう動かん。ここの岩は動かんでね。どこやったっけ？ここやった？こっち？ここ入れるんかね？あ！え？知らんけど。え、これなんかあった？番号。どういうこと？どういうこと？あっち？なんか番号とか言われてもわからん。なんで、なんで。番号ってなんかあった？どっか。そんなんあったっけ。はい、もう何も起こらない。これいつまでたってもどっかでヒントを得てこない考えない？だって番号知らんし。4321。何も起こらない。そうそうやろ。もう来らない。ちょっと、ちょっと。はい。もう私足帰る。怖いから。電源復活なりません。ちょっとこれどうします？もう一旦やめる感じで。やめるで。わからんき、ヒント。考えたってそんなん、番号、8つの番号ら触れてきてないもん、今まで。なんで？どこにあった？そんな。どうやら電力供給されたよ。何これ、エレベーター？怖い。
なるで。ほら、バリ、よかった、無事だったのね。お前こそ。物音がしたから来てみたんだが、地下にこんなものがあったとはな。この下には一体何があるんだ。降りて調べてみるしかないわね。何でしょう。バリ三六。バリ三六。いや。おい、何なんだ今の音は。何？うめき声。誰かいるのか。ジル、様子を見てきてくれ。なんでやねん。何が起こるかわからん。俺はここに残って脱出経路を確保しておく。わかった。バリが行き。なんで足。バリ、バリ行き。俺は残って脱出経路を確保する。もうどうしてバリ残る。もうやめて。反対から乗れるき、私上戻れるで。バリー、そこでおっても。バリー、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 ちょっと。いや、何、土のうが積み上げられている。怖いや、怖い。あ、アイテムボックスがあった。いや、ここ赤色やけど下に降りるってこと。これ何、怖い。何があるわ。いや、怖い怖い。排気障害本当怖い。え、私どこ？ちょっと待って。ちょっと待って。怖いき。排気処理用のプレス機がある。スイッチがある。押しますか？いいえ。ちょっと待って。ここ赤長やけど。待って、怖いき。え、何にも拾えるもんないね。押したけど、押したが。何にもないね。ここ一体何？ここ一体何？
こなんでさ、赤色長やろ、何にもないのに。なんでここ赤色と思う？なんで？やっぱ赤色長？アイテム取ってないっていうことではない？さっきすんって言った？でも本当に嫌。でも行きたくない。三角。ちょっと待って。待って。一体何しに来たがもう。誰あれ？リサ。リサって誰？何？やらない。リサよ、リサ。メモでやったやろ。奥さん？誰かの娘か奥さん？うん、めっちゃ怖がるけど。また死にかけ。出現するか無視して15位。この10は死ぬ。そのまま行って。回復する？死ぬため。怖い。本当に怖い。何しよう。ああ、大生なんでうるさいって言うわ。エリートを食べるけど大生エロかやん。え、お前だって叫ぶがいい。これ、それ乗せて、木を、あ、怖い。いや、勝手に動いてった木の箱勝手に行った。もう一回押して戻す戻さん。化学薬品。ここにまた戻らない考えで。マジで怖いですけど。
るで、また私死んでしまう。バリー逃げたで。あいちゃあ、これちゃあ。バリー。いや、動かんなった。これプレス機で壊すがやろ、この箱。化学薬品やき。あったまいい。もう作りなさいよって。押します。なんか出てきた。うわ、何、銃。ちょっと待ち、持ち物いっぱい。ちょっと待ち、待っちょく、ちょっと待っちょく。ほんまにあのバリーは、女の足を先に生かして。壊れた火炎放射器を取りますか。もうない。ほら、エレベーターなくなってもなんか真っ赤ながやけど、ここなんでやと思う。違うちゃん、バリ上がってったろ。見てみや、ほら、何にもないが、駅でもくまなく探したけど、アイテムボックスがあるだけやのに。なんでやろ、アイテムボックスがあるき赤いが。違うか、
壊れた。壊れた。うん。先端が壊れちゃう。これを一回歩ける。アイテムボックスにあれやろ、火炎放射器置いてるって。これで死ぬで。そっちはないで。おるで。やろ。すごい閉まっちゅう。何も使えれんて。からどうやって、あそこの扉を、さっきのところ扉をもう一回調べないかんだな。なんかそこの部屋でまた火炎放射器ナース部品とか落ちちゅうろかな。してないか、赤じゃないもんね。何も取れん。どっかにレバーがない。回復がないね。おるで。え、何を、あ、火炎放射器置くが、ここへ。死ぬ。うわ、叫び。
入れたで、リング。やめて。無理。基本は戦う。無理。無理。
倒せねえもん。なんで？どうしたらいいの？無理無理。ちょっと。恥ずかしいが思うなって。あー、アイテムボックス。あ、セーブするかい。あ、中庭に出てきた。あの家。そう。小屋。小屋。おったやん、敵。うん。あそこに出てきた。そうです。ジェシカ。リサ。さっきの三角頭はリサ？リサ。だから。これもリサ？お母さんの顔取ったってさっき言ったけど。これ写真。全部リサってこと。ジェシカは。けどお母さんの顔はもぎ取ったって言ったで。ジェシカが。ジェシカがお母さん。うん。あ、ジェシカがお母さん。そうそう。リサが娘。お母ちゃんは結局細胞活性菌組織化断裂化して、うん、ウイルス定着化が失敗したと。うん、娘。そうそう。ね、リサは細胞活性菌組織断裂化したけど定着化に成功したと。ジョージって一体誰？旦那はわかるけど、なんかアンブレラ社の人のが、手が出られてますっていうのをこうやってやるかな。さっきの、うん、あれ。そう、これ見て。これ見てなかった。ちょっと戻って。はいはい。ちょっと待って。アイテムボックスあったっけ？ん？あったあったあった。この小屋におった。だからリサがおる。さっきのところへ、うん。どうやって移動したかやのね、長距離。え、もう怖い。そのアップに、いや、取るやん。覚えてね、おやめなさい。